おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。さきんのうやんです。今日は、保育士試験過去マンの中から、令和5年前期保育原理問い3の解説を行いました。今回の問題は、ちょっときっかけ問題というか、似たような単語が出てくるので、保育所保育士心にどんキーワードが使われているかっていうのをしっかり覚えていきましょう。それでは、どうぞ。2023年前期保育原理問い3。 次の文は、保育所保育指針第1章総則1、養護の理念の一部である A から D に当てはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。 保育における用語とは、子どもの A の保持よび B の安定を図るために、保育士等が行う援助や関わりであり、保育所における保育は、用語よび C を一体的に行うことをその特性とするものである。保育所における保育全体を通じて、用語に関する D を踏まえた保育が展開されなければならない。この問題正解は、1、生命、情緒、教育、狙い及び内容が入ります。今日も深掘り解説していきましょう。 保育の目標。まず、保育士さんたちが何のために保育をしているかっていうことなんですけど、これは大きな柱が2つあります。1つ目が、養護2つ目が、教育。用語と教育。用語と教育です。これだけは今日絶対覚えてください。保育の目標は、養護と教育。先ほど覚えた用語と教育なんですが、それぞれさらに細かく分かれます。教育の方が、 健康、言葉、人間関係、表現、環境。健康、言葉、人間関係、表現、環境。これが5つ合わせて5領域と呼ばれています。保育の目標の教育の5領域。健康、言葉、人間関係、表現、環境。そして、用語の方は、生命の保持、情緒の安定。用語は、生命の保持と情緒の安定。 今回、用語の内容でしたので、この生命の保持と情緒の安定というところですね、注目してみていきます。では実際、保育所保育指針にどのように書かれているかというのを見てみると、第1章、総則。2、用語に関する基本事項。1、用語の理念。保育における用語とは、子供の 生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、保育者における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とするものである。保育者における保育全体を通じて、養護に関する狙い及び内容を踏まえた保育が展開されなければならない。 先ほどの用語の内容、生命の保持及び情緒の安定。で、この生命の保持及び情緒の安定を合わせた用語っていうのは、教育と一体的に行う。どちらかだけでもダメだよっていうことですね。用語と教育を一体的に行うことをその特性とするものである。そして、その用語というのは、この後に記述されているんですけども、狙い及び内容というのを踏まえて保育してくださいということが書かれています。 続きを読んでいきます。カッコ2、用語に関わる狙い及び内容。あ、狙い。1、一人一人の子供が快適に生活できるようにする。2、一人一人の子供が健康で安全に過ごせるようにする。3、一人一人の子供の生理的欲求が十分に満たされるようにする。4、一人一人の子供の健康増進が積極的に図られるようにする。用語の狙い。このような内容になっています。 続いて内容の方になります。一旦読み上げます。1、一人一人の子供の平常の健康状態や発育及び発達状態を的確に把握し、異常を感じる場合は速やかに適切に対応する。 2. 家庭との連携を密にし、食卓医、これ食卓医って読みます。食卓医等との連携を図りながら、子どもの疾病や自己防止に関する認識を深め、保険的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。 3. 清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関わりを通して、子供の生理的欲求を満たしていく。また、家庭と協力しながら、子供の発達過程等に応じた適切な生活のリズムが作られていくようにする。 4. 子供の発達過程等に応じて適度な運動と休息を取ることができるようにする。また、食事、排泄、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることなどについて子供が意欲的に生活できるよう適切に援助する。これ先ほどの狙いの文章をさらに細かくしたような内容になってるんですけども、 ちょっと長いので全部覚えるのはちょっと難しいかなと思うんですが、この黄色い線引いたところですね、キーワードが結構入っているので確認しておいてください。例えば応答的な関わりとか、子供の生理的欲求を満たすとか、そういうキーワードがね結構含まれている文章だと思うので、一度声に出して読み上げてもいいかもしれません。はい、ここまで来たらもうこの問題結構簡単だと思います。保育における用語とは子供の 生命の保持及び情緒の安定。用語の中の2つの基本原則ですね。生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助へ関わりであり、保育所における保育は、護お及び教育、用語と教育、用語及び教育を一体的に行うことをその特性とするものである。保育所における保育全体を通じて、用語に関する狙い及び内容を踏まえた保育が展開されなければならない。 正解は1の生命情緒教育、狙い及び内容でした。今日は保育所保育指針養護の理念についての解説を行いましたその他にも保育士試験の過去問の詳細解説などを行っておりますのでチャンネル登録といいねよろしくお願いしますゃあバイバイ